ハイデッカーの肖像ジョン・ジェームズ・ハイデッカーは、スイス出身で、イギリスで活躍したオペラ工業主。ハイデッカーは、スイスのチューリッヒに生まれた。ドイツ語での名前は、ヨハン・ヤーコップ・ハイデッカーだった。父親は、神学者で、チューリッヒ大学教授のヨハン・ハイン・リッヒ・ハイデッカーである。ハイデッカーが投影した時期は不明だが、1707年に、ドルリー・レーン劇場で活動していることから、 それ以前に、ロンドンに住んでいた。ハイデッカーは、アンジョー王、ジョージ一世、ジョージ二世の時代を通じて王室に愛された。ジョージ二世はハイデッカーを宮廷宿典局長に任命した。ハイデッカーは、ヘイマーケットの女王劇場の副支配人だったが、1713年に、支配人のオーエン・スウィニーが金庫を持って大陸へ逃げ、すると、代わって自分が支配人になった。 1713年から1738年まで、ヘイマーケット劇場の支配人を務めた、また1720年に新たに結成された、オペラ工業会社の王室音楽アカデミーの設立者の一人であり、その支配人でもあった。ハイデッカーは、アレッサンドロスカルラッキー、ジョバンニバッティスタ・ボノンチーに、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルのオペラを上演し、ヘンデルとは友人になった。 王室音楽アカデミーは1728年に倒産したが、翌年ハイデッカーはヘンデルと組んでアカデミーを復活させた。ヘイマーケット劇場は5年間の契約でアカデミーに対応されたが、1734年に契約期間が終了すると、ハイデッカーはヘンデルのライバルの貴族オペラに劇場を貸し与え、ヘンデルは新設のコベントガーデン劇場に移らざるを得なかった。 1737年に貴族オペラが倒産するとハイデッカーは再びヘンデルと手を組んでオペラを上演したウィリアム・ホガースによる仮面舞踏会の風刺が才能ある HR 氏によって発明されたと書かれているハイデッカーはまたヘイマーケット劇場での仮面舞踏会の開催によっても有名になった仮面舞踏会は ロンドンで大流行したが、下凡で不死だらとされて、当時のロンドン大司教、エドモンド・ギブスンから批判を浴びた。しかしハイデッカーは意に返さなかった。ハイデッカーは仮面舞踏会で年に2000ポンド以上の収益を上げていたという。1729年にミドルセックスの大売身によってハイデッカーは悪徳と不貧困を助長するものとされた。ハイデッカーの仮面舞踏会は、 極めて悪な高く、ウィリアム・ホガースが何度も、風刺画の対象にしているほか、ヘンリー・フィールディングも1728年に、レミュエル・ガリバーの偽名で、仮面舞踏会という風刺詩を書いている。ハイデッカーは、顔が醜いことで有名であり、これまでこの世に存在した中で最も醜い男、とまで言われた。顔の醜さにまつわる滑稽な話で、社交界に広く、名を知られた。 1749年にリッチモンドの自宅で没死した。ありがとうございます。